カーリー・エリザベス・サイモンは、アメリカ合衆国出身の女性シンガーソングライター、ミュージシャン。フォーカ畑出身で、1970年代からソロに転校し、早々に開花。1980年代には、アカデミー賞を受賞するなど、米国の代表的アーティストとして知られる。第14回、グラミー賞受賞。1988年度、アカデミー一家曲賞受賞。 1994年にソングライターの殿堂入りを果たした。ニューヨーク出身でとても裕福な家庭の子女として育った。父親は、米国の大手出版社サイモンシュスター創業者のリチャード・エル・サイモン。1964年に姉のルーシーとフォークデュオのサイモンシスターズを結成する。1971年にソロデビューを果たし、幸福のノクターンがヒットした。 第14回グラミー賞で最優秀新人賞を受賞。1972年にミック・ジャガーがバックボーカルで参加した曲、うつろない及びアルバム、ノ、no、ー・シークレッツをリリースし、翌1973年にはシングル、アルバムともに全米1位の大ヒットとなる。また、同年11月にはジェームス・テイラーと結婚し、後に2時を設けた。 1974年にはテイラーとのデュエットによるカバー曲愛の木金バード及びアルバムホットケーキがヒットした。カーリーは1970年代前半のシンガーソングライターブームの一翼を担った。内政的なアーティストが多かった中で、サイモンは良くも悪くも明るく活動的なイメージを持ち、女性アーティストとしてはキャロル・キングやジョニー・ミッチェルと並ぶ人気を誇った。 1977年には映画007私を愛したスパイの主題歌私を愛したスパイが全米2位のヒットとなる。さらに1978年にはマイケル・マクドナルドと共作した You belong to me が全米6位を記録し収録アルバム男の子のようにはビルボードを200で10位に達した。1981年には自身初のスタンダード集。 トーチを発表した。1989年には映画ワーキングガールの主題歌、ステップバイステップでアカデミー歌曲賞を受賞している。2005年にスタンダードのカバー集、ムーンライトセレナーデが全米7位を記録し、27年ぶりの全米トップ10アルバムとなった。ありがとうございます。